皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。新型コロナウイルスも第2波じゃないかということで、なかなか休日も安心して外出するという雰囲気ではない状況なんですけども、大打撃を受けている旅行業界を救うために今 GoTo トラベルキャンペーンなども進められています。ただまだ焼け石に水という感じですね。こちら7月22日の日経新聞からの抜粋ですが、インバウンド頼みで伸びてきた札幌市の民泊届出住宅数がコロナによって減少に転じて、7月では初めて2000件を下回ったという内容で報じられていました。日本政府観光局の調査によると、2020年6月までのデータですが、訪日外国人数が前年比 99.9% 減というですね、目も当てられないような実情も報告されています。さて、今日は新型コロナで大打撃を受けた民泊産業の U、Airbnb の現状について解説をしていきたいと思います。Airbnb はもう皆さんご承知の通り、民泊マッチングサイトですが、さらっとおさらいすると、2008年にブライアン・チェスキーとジョー・ゲビアがサンフランシスコのカンファレンスを訪れる人たちに対して、リビングルームのエアマットレスを宿泊スペースとして貸し出したことから始まったビジネスです。創業期のロゴがこちらですが、初めはエアベッド&ブレックファーストと銘打っていました。ホテルと異なり、地元の人と同じように暮らすというコンセプトで大成功を収めて、ホテルよりもリーズナブルであるということで、旅行者にとっても魅力的なサービスを展開していて、2019年の段階では10万以上の都市に700万件以上の物件を確保し、利用ユーザー2億人で、2017年には時価総額が310億ドル、だから3兆円超えというですね、巨大な、ユニコーン企業に成長したわけです。今年2020年の3月か4月をめどに IPO 準備を進めていたんですが、本当にタイミング悪く今回の新型コロナによって IPO の延期を余儀なくされたという状況です。米国タイトル保険カンパニーフィデリティナショナルファイナンシャルの子会社 IPX1031 が Airbnb 利用者500人に行った調査によると、 Airbnb ゲストの 70% が Airbnb の利用を恐れているというふうに報告しています。ホスト側の損失も大きくて、予約キャンセルが 64% になったとのことです。それを受けてホストは1日あたり平均90ドルの引き下げを行っていて、 Airbnb ではなくて通常の賃貸にするか売却しようかと検討している人も出てきているということです。こちら、レッドフィンのレポートなんですけども、物件の制約価格ってのは、供給不足によって高止まりしている状況で、コロナ真っ最中の5月でもですね、不動産の制約価格は前年よりも高止まりしている状況なので、売却は難しくない状態です。Airbnb にリストしていた物件のオーナーは、複数のオファーをもらって満足できる取引が実現できたなどと語っています。これによって、Airbnb 側も収益が大幅減になってしまっているわけで、IPO が危ぶまれるというような状況なんですね。Airbnb がどれくらい落ち込んでるかということなんですけれども、Airbnb 自体は予約数を公開していないので、サードパーティーのインサイド Airbnb の Airbnb レビュー数を見てみますと、世界各国で大幅にレビュー数が減少している現状が見て取れます。Airbnb はこれまでも何度か深刻なトラブルに悩まされてきました。例えば昨年カリフォルニアのロックリンの Airbnb の物件で、ハウスパーティーの最中に発砲事件があって、2人の死亡者が出たというふうに報道されました。またより広範に行われている社会問題としては、人身売買とか性的搾取の問題があります。ホテルより安価な Airbnb が人身売買被害者の被害現場になっているという報道もありました。ホテルや民泊宿がこうした人身売買に使われているというのは訴訟にもなっていて、ホテル側が訴えられた事例などもあります。こちらオハイオ州のコロンバスにおける3つのホテルチェーンの訴訟の記事なんですけども、ホテルの部屋から聞こえる女性の悲鳴だったり、ホテルの部屋のゴミ箱に大量に捨てられていた避妊具だったり、ハウスキーピングの拒否だったり、様々な状況があったにもかかわらず、ホテルのスタッフは救済措置をしなかったという内容ですよね。それで訴えられているわけです。特に Airbnb の場合は、ウェブ上で予約が完了して、鍵もスマートロックなどで対応して、非対面で取引ができるということで、違法行為が発生しやすいという背景があります。Airbnb のレンタルにおいても、同様に様々な性的人身売買の犯罪があったとも報告されています。基本的に Airbnb 側としては、こうしたホストとかゲストによるトラブルの全責任は負えませんよというスタンスではあるんですが、上場するためにはしっかりしたコンプライアンスを確立しなければいけないということで、これまで例えば違法行為をするゲストを追い出したり、無許可のパーティーを禁止したり、保険による保証を行ったり、さらには人身売買に関するワールドトラベルツーリズム協議会のタスクフォースにも参加をしたりなどですね、なんとか対応を行ってきました。こうしたトラブルをなんとか乗り越えて成長してきた Airbnb なんですが、さすがに今回のパンデミックの影響は大きかったということで、例えば発生源の中国マーケットでは前年比マイナス 80% までにですね、激減したなどと報じられています。今回のパンデミックの影響による売上減によってですね、
これまで社員は家族であるというスタンスで経営してきた Airbnb もとうとう社員の解雇を決断せざるを得なくなったということで、5月に全従業員の 25% に当たる1900人を解雇するという発表を行いました。こちらニューヨークタイムズの記事なんですけども、5月5日にチェスキー氏による涙声のビデオメッセージが全スタッフに対して配信されました。メッセージでは、2020年の収益は2019年の半分以下になること、本業以外のプロジェクトを一時停止してホテルとか高級物件市場への取り組みを縮小するという内容とともに 25% の解雇の通知がなされたということです。チェスキー氏の解雇通告メッセージは思いやりにあふれたもので、リーダーシップの手本というふうに評価されていて、動画は100万回以上再生されたということなんですが、これによって Airbnb はその競争源泉を失ってしまうだろうというふうに指摘しているのが、ペンシルベニア大学ウォートン校のイーサン・モリック教授ですね。もともと従業員を家族のように扱うということで、家族であること自体が従業員にとっての対価の一部であったものが失われてしまったと。で、結果今後 Airbnb の社員は仕事を単なる仕事として見るようになるだろうというふうに指摘しています。 Airbnb 成功の一つの要因はひたむきな理想主義にあったと言われていて、物事の本質や人を重視する姿勢というのが強調されてきました。その中で Airbnb では AirFam というキーワードが重要視されてきたわけです。 AirFam というのは Airbnb ファミリーの略ですね。例えば採用が決まった社員に対しては、 Welcome homeYou belong here ということで、ここはあなたの家ですと歓迎するような文化になっていて、誕生日には会社のアカペラグループの Airbnb Beats が歌でお祝いをしてくれたり、お祝い事では人間トンネルを作ったサプライズだったり、会議室で犬と一緒のパーティーを開いたりなどと、アットホームな雰囲気が売りの一つだったわけです。その家族の首を切るということになったわけですから、理想主義を第一に掲げてきた経営陣にとっては痛恨の事態だっただろうというのは想像に難くありません。解雇にあたっては給料3ヶ月分の支給と1年間の医療補助をつけるという他のスタートアップよりも手厚い内容を提示したわけですが、当然不満を持つスタッフも出てきています。元 Airbnb の従業員12人以上がインタビューに答えていますが、こちらオレゴン州ポートランドのカスタマーサポートに約2年間勤務したカスピアン・クラーク氏が、解雇通告によって自分が否定されたように感じたと、ひどく裏切られたという思いをしている人が大勢いるなどと答えています。もちろん解雇という事態は全員が全員納得するなんてことはありえないわけですが、経営理念の根幹にある理想主義とのギャップが今後問題になってくるのではというのが指摘の内容なんですね。実際大量解雇の発表から1週間も経たないうちに、レンタル物件の安全性に関わる問題が急遽浮上してきて、 Airbnb 側はレイオフされた従業員を一時的に戻らせて事件を処理するように依頼したのですが、従業員から安全性が最優先事項ではなかったというふうに異例の書面抗議を受けるという騒動も起こっています。チェスター氏はこれまで何度もですね、安全性が会社の優先事項であるというふうに声明を出してきたのに対して、全然違うじゃないかという不満が上がったという話ですよね。さらにはレイオフ後の Airbnb 女性従業員がチャットで会社でのセクハラの3つの事例を説明して、人事は全然対応してくれなかったなどとも書かれています。また Airbnb 中国部門のエンジニアリングディレクターヤン・シンシン氏の不適切な行動が告発されていて、シン氏が女性の同僚の魅力度をランク付けしていたと、で会社のコアバリューも信じていないなどと語っていたなどとも報じられています。この部分は日本語版のニューヨークタイムズの記事には掲載されていないですね。レイオフに伴ってさまざまな会社の悪評が出てくるというのはどこの会社でもあることですので、一方的にこうした話を真実と受け取るわけにはいかないんですが、従業員は家族であると言ってきた経営姿勢と真逆の告発がされているというのは、見ていて痛いらしいですね。今回の危機に対応するために本業以外の一時停止を行っているわけですが、これまでの投資が丸々ダメになってしまっているような状況も生まれています。過去10年間に Airbnb は事業的シナジーを狙ってシェアリングエコノミーの独自のエコシステムを構築しようと多くの関連事業プレイヤーに投資をしてきたわけですが、今回のパンデミックで軒並み大打撃を受けています。これまで同社はですね、22社の企業を買収してきています。昨年、Airbnb から1億6000万ドルを調達したリリックですが、アパートの建物全体を賃貸して家具付きのユニットをビジネス旅行者に貸し出していたようなスタートアップなんですね。これまでは13の都市の22の場所で400以上のユニットを運営してきたんですが、コロナウイルスによって1店舗を除いて全て閉鎖されてしまいました。で、代表であって創業者だったジョー・フライマンは会社を去ることになってしまって、リリックが1年後も存続しているかどうかもわからないなとコメントしています。また法人住宅を専門とするゼウスリビングですが、3月から6月までの間に少なくとも総額1000万ドルの契約がキャンセルされて、
240人いたスタッフを89人まで減らしたというふうに報じられています。で、ゼウスが住宅を借りている家主に対して家賃が払えませんっていうふうに伝えたということで、同社の Facebook グループが炎上騒動になってしまってます。その他にもドイツハンブルグの短期レンタルプラットフォームのアコレオや、まあ、複雑な旅行計画を助けるツールを提供するバボなども軒並み大打撃を受けていますね。そして Airbnb はご存知オヨにも投資をしています。そのオヨの凋落ぶりは周知の通りですが、まあ、以前動画も作っていますので、まあ、こちらご興味あればアップロード動画からご覧になってください。このように全方位的にダメージを受けてしまった Airbnb で時価総額も180億ドルまで落ち込んでしまっているわけですが、2020年中の IP を諦めていないというふうに発表しています。ただ Airbnb のチェスキー氏自身も、旅行がいつ日常に戻ってくるかわからない、仮に旅行が復活しても今までのそれとは違うものになるだろうというふうに語っていて、IPO を実現するためには大幅かつ迅速なビジネスモデルの変換が求められています。まだ具体的な方向性は明らかにされていませんが、ショートタームではなくてロングタームへのシフトだったり、オンライン型エクスペリエンスなどのウィズコロナを意識したワードは散見されています。他には星野リゾートとかが言ってるようなマイクロツーリズムのキャンペーンなども開始されています。ゴーニーアと銘打たれたサービスは地元の旅行に誘導する取り組みで、実際2月から5月は近くの地域への予約が 33% から 50% に増えたというふうに報じられていて、小さな都市だったり自然公園だったりあまり知られてない都市などが Airbnb のトップリストに並ぶようになったとのことで、それを受けてのキャンペーンなんですね。さて、 Uber や WeWork と違って理想主義で確実な成長を続けてきた Airbnb ですので、ぜひとも IP をしてもらいたいと思っていますが、果たして Airbnb の IPO になるかというのはですね、今後引き続き注目をしていきたいと思います。今日はですね、新型コロナウイルスによって大打撃を受けた Airbnb の現状というテーマでお伝えさせていただきました。今後もこうした海外の最新動向などを動画にして配信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。